今からヨガを受けに行きたいと思います。とりあえずお水と撮影用の携帯を持っていきたいと思います。スリランカは雨季のようで、ここ2週間ずっと雨が降ってるみたいです。降りてすぐ目の前のこの施設でヨガをやります。あ、先生がいる。グッドモーニング。日本で留学支援しています。あ、そうなんですね。留学支援？そうそうそう。すごい。Chin is parallel to the floor. The palms together. Then gently rub your palms. Warm your palms. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Warm your palms.Then keep on your chest, the warm your chest. Release your tension of your chest and the internal organs.今日の朝食はこんな感じです。フルーツだけなのかな？スイカジュースとハーバルティー。フルーツでーす。ね、確かに昨日食べたマンゴーより美味しい。うん、スイカジュースぬるい。スイカがあるのにスイカジュース作れるんだ。スープみたいな感じかな。お子さんが拾ってくれたブルーベリーの。かわいい。ニンニクだ。うん、美味しい。トリートメント付きのお部屋を予約していたんですが、ヨガ付きプランになっていて、この後ちょっとトリートメントが受けれないかもしれないので今確認していただいてます。続いてカシューナッツのパンケーキが来ました。シロップをかけていただくみたいです。あ、もちもちだ。トリートメント付きの、お部屋を予約したんですけど、ホテル側ではトリートメントが付いてない予約になっていたみたいで、一応トリップドットコムに、問い合わせしたら無事トリートメントをこの後受けれることになりました。一旦ね、お部屋戻ってきてシャワー浴びて、今10時なんですけど、ドクターの診察が11時からなので、それまでちょっと本を読んだりとか、この朝の出来事とか昨日の夜もね、いろいろなんかこのホテルであって、ちょっと心がざわついてるから、なんかそういう今の感情とかそういうのをノートに書き留めていきたいなって思ってます。最近ね、いろいろなんか思うことがあるたびにノートに自分の感情とか思ってることを書き綴っていて、
まあ、それ以外にもやりたいこととかこうなりたいみたいなのをノートに書いているんだけど、なんかそうすることで結構自分を知れるから、今回の旅ではちょっとでも心が何か感じた時に今の自分を知ろうと思って、はい、なんかねカラフルなペンとか一応ねこんな大きいノートに書き綴っていきたいと思います。いつもね毎日こんな感じでその日の感情とかをね書いてるの。そう、こんな感じ、自分のやりたい目標とかなりたいこととかで、こうやってね手帳に書いてると本当にどん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 夢が叶っていくし、なりたい自分にもなったりとか自分を知れることができるから、こうやってね何か物に書いて紙に書いて可視化するっていうのはねすごくおすすめです。今からドクターの診察とトリートメントルームに向かいたいと思います。鳥の鳴き声がねすごい聞こえる。11時まで30分ぐらいお昼寝してました。ハロー、はーい、Okay, why do you like? You feel tired in the morning? Yes. Okay. Are you stressed? Like, how is your stress? Work stress? Stress? Working hard. Okay. Hard. At what time you are sleeping? At what time you are waking up? 8 or 9 o'clock wake up. 8 or 9 wake up. Okay. You are having no bath qualities. Mm-hmm. Okay. So this is your natural balance. A natural balance. Balance. Mm-hmm. It's like if this is your body. No. Now? Yes. Body massage, face massage and foot massage, and we have sauna. Wow, sauna? Okay. Wow, they are here? Yeah, wow. Traditional sauna. Yes, yes. So we will have this treatment. So all the treatments, it's スチームサウナが終わって、こちら施術薬です。無事トリートメントの施術が終わってお部屋に戻ってきました。もう頭の先から顔、もうつま先まで、もう手でハンドマッサージっていう感じだったんですけど、もう1時間半とか2時間ぐらいもう全部手でやってくれて、その後はスチームサウナに15分ぐらい入っていました。
昨日は到着が夜だったので、あまりねお部屋の感じが伝わらなかったと思うんですけど、ベッドメイキングしてくださったのでルームツアーしたいと思います。ちょっとねお洗濯物干しちゃってるんですけど、こんな感じでキングサイズのベッドだと思います。タオルでねゾウさんとおうちゃんも隣に置いてくれました。お部屋からはこんな感じでヨガのスタジオが見えます。カーテン開けるとねすごい緑の開放感がある空間が広がっております。で今ねオイルマッサージを受けて、あの体がね結構オイリーなんですけど、1時間はシャワー浴びれないんですよ。なのでその間に、ランチを食べに行きたいと思います。はい、洋服ね着替えようかなと思ったんですけど、またちょっとシャワーの後に着替えたいなと思ってこのまま行きたいと思います。昨日まですごく雨が降ってたんですけど、今日は雨が降っていなくて良かったです。今スリランカは雨季なので雨が降る日が多いみたいです。宿泊2日目のランチが来ました。野菜のソテーかな。続いてコリアンダースープです。そうお皿の下にソースがデザインなのか味付けなのか分かりません。次はマンゴージャッパーソースと野菜の炒め物かな。美味しそうです。最後はマンゴーゼリーです。結構ね大きいですよ。こんな空間でいただいてます。プールなんかデザートでもパンケーキでもご飯でもこのパセリが乗ってます。全部ビーガン食なんですけど、見た目も鮮やかで、なんか味も全部違って本当に美味しかったです。もっと食べたいぐらい。でもこんだけ美味しかったでしたら本当にお野菜とかお肉とかいらないぐらい本当に満足感があるランチでした。あ、3匹ぐらいいる。わお、いっぱいいますね。ジュースバーだ。かわいい。ドリアンがある。すごい。わっこ。雑貨屋さんに。エスニックの匂いがするよ。はい、ハロー。なんかタイみたいなゾウさんのマグカップある。ゾウさんマグカップ。あ、ラオスとかのお土産でこういうパンツもらったことあるな。パジャマに。いくらなんだろう。1300円。なかなか、なかなかなのか何なのか分かんないけど。これなんかあっちで見たな。アジアじゃなくて中南米でこんなココナッツのお猿さん見ました。かわいい。
マンゴーミルクティーとかある。うーん、面白い。だいたいレートだと半額ぐらいだから、タピオカが3種類ぐらい追加で。そうだからあの安いんだね。あー、そっかそっか。日本とそんなに変わんないかもしれない。ドーピングします。本当はミルクティー飲みたかったけど、ジンジャーレモンティーにしました。タピオカ、本当は砂糖も取っちゃダメだから一応ノンシュガーにしました。そうそう。ネゴンボビーチに来ました。バリにすごく似ています。風が強いし波もめちゃくちゃ高いです。この子ね、さっきねカフェにもいたんだ。覚えてるよ、覚えてるよ。あっちはなんかマーケットがありそうだけど、変なお土産押し売りされそうだからちょっと戻ろうかな。ディナーでーす。揚げ物です。じゃじゃん、いただきます。続いてスープが来ました。ベジタブルスープ。もうね、お皿の下のソースがねアートみたいになってて、とっても綺麗です。メインディッシュです。ビーフンみたいなやつと、なんかキャロットとマッシュルームのソテーかな。またね、皿の下にアートがあります。最後のデザートはフルーツです。結構ねチョップドされてます。フルーツにナッツがトッピングされてます。ディナーが終わって今から薬を飲みたいと思います。これとこれとこれが2錠ずつで、このシロップとお水を半々で割っていただきます。ちなみにどんな効果があるかは全く分かりません。私はベータとピッタ体質だったんですけど、それに合わせて、先生が処方してくれた薬になります。はい、で私の場合はベータが本来の数値よりもちょっと過剰みたいです。なのでそのベータを抑えるような食事だったりトリートメント、あとお薬になります。何これ、もうなんか薬がさ青いのよ。真っ青、 M&A みたいな、 M&Ms みたいな感じです。うーん、なんか黒糖みたいな感じ。黒糖違うな、なんか南天のダーメみたいな感じです。これも2粒。結構ね、ビジュは悪めですね。こんな感じでね、ビジュアルは結構えぐいです。これをお水でいただきたいと思います。半泣きです。一気に飲むもんじゃないけど、なんかまずそうだったから、うん、なんか味はあんまりしないけど結構ね今喉に引っかかってやばかった。はい、あとね次このリキッドとお水を半々に割っていただきます。なんだろう、あーなんかねちょっとテキーラみたいな匂いする。イエガーじゃない、テキーラ。お酒っぽい感じだと思います。はい、シロップにお水を足していきます。これちょっと入れすぎたよね。本当に半分になっちゃった。まずそう。すでにまずそうです。はい、
きます。多分ね、やっぱお酒だ。アルコールっぽい感じする。うわ、こういうのね、一気に飲めないんだよ。まずかった、本当に。これをね、朝晩2回ずつ飲まないといけないんですよ。結構ね、毎食後苦痛かもしれない、私これ。後味も超悪いよ。はい、でもまあ無事薬飲めたのでよかったです。薬を飲み終えたので、ちょっとね、ハーブティーとか飲んで本を読みたいと思います。